チームが最大限配慮してくれて、グラウンドを2日に1度使用させていただいてたので、まあ、うまくそれを活用しながらっていう形で、まあ、個人では動いてましたけど、チームメートと一緒にやれるそのありがたみとかっていうのはもう改めてこう、あ、自分にとってやっぱサッカーっていうのも本当かけがえのないものなんだなっていうのは感じさせてもらいましたし、一人でやってた分こうやってみんなでまたサッカーをやれるっていうのは本当に素晴らしいことだし、あ、サッカー好きなんだなっていうのを改めてこう実感できてるかなと思いますね。仕上がりとしてはもっともっとここからだなっていうのはまだ思いますけど、内容と結果っていうのは求められてくるものなので、それに対してこうどれだけしっかりとパフォーマンスで示せるかっていうところはやっぱり意識しないといけないかなと思いますけど、はい。まあ、監督も誰一人欠けちゃいけないっていうのはもう口酸っぱく言ってますし、それこそトレーニングでもミーティングでもやっぱりこう監督はもうちょっとこうした方がいいよとかっていう指摘もどんどんしてくれますし、それに対してこう選手もこう耐えようってこうやってるので、すごくいい、新加入の選手も違和感なくみんなこうチームのやり方っていうのは理解できてるんじゃないかなと思います。まあ、あとはそれを具現化する体力だったりとか、そういったものはまだまだどんどん良くしていかなきゃいけないっていう部分はあるにしても、頭の部分ではみんなこう共通認識っていうのは、まあ、できてるかなと思います。まあ、前線にも足の速い選手いますし、個の力ありますし、スピードありますし、スペース与えたらやっぱり仕事ができる選手が多いので、そういった選手仕事させないようにっていうところが自分の仕事になってくると思うので、そこはしっかりと戦いたいなと思います。はい、やっぱ選手たちもそれは常に意識してますし、その Zoom を使ったミーティングの中でも今は再開してないけど、こういうところをやっぱチームとしては目指しているよ、結果内容を目指しているよっていうのはもう口酸っぱく言われているので、まあ、そこはしっかりとターゲットに置いて一戦一戦大事にやっていきたいなと思いますけど、いつも本当に熱い応援ありがとうございます。今回はまだリモートマッチですけど、リモートマッチのテレビの前でみんなさんが応援してくれてるっていうことを僕たちはしっかりと噛み締めながら、またやっぱり北時代レイソルの試合見に行きたいって思ってもらえるように全力でプレーするので、またこれからも引き続きよろしくお願いいたします。